81式 122mm 自走ロケット砲は中華人民共和国が中国人民解放軍陸軍のために製造した自走式 122mm 多連装ロケット砲である。ソ連の BM-21 ロケット砲の改良型。81式は中国の自走式 122mm ロケット砲の一つ目のものである。なお、 81式のスピン安定式ロケットには、HE 弾頭、または、構成破砕弾を搭載する。81式は、OC-261 型クレナ E は 6X6、トラックシャーシに40連装ランチャーを搭載。83式は 6X6 トラックシャーシに24連装ランチャーを搭載。89式は、83式 152mm 自走榴弾砲の、 シャーシに40連装ランチャーを搭載したものである。ロケットは20秒で発射可能。ランチャーは後部に搭載され、全部には再装填パックが装備される。90式は40連発ランチャーをチエマ SC2036X6 トラックに搭載。トラックには40発のロケット弾を追加で装填できるリロードパックも搭載され、ランチャーは3分以内に装填可能。 90A 式 90A 式は90式をアップグレードしたもの。40連装ランチャーは遅延な CXC2266 トラックに搭載される。これは改良された下記完性を持ち、飽和式車で遠隔操作できるようになっている。のりんこ製である。90バイト式ペルー陸軍が運用する90バイト式90バイト式は 90A 式をアップグレード版である。 40連装ランチャーを B ファングベンチ262966トラックに搭載している。偵察用の92式双輪装甲車が追加され、指揮者は指揮、射撃管制システムを改良している。シリーズの最新バージョンで、従来の40連装から25%増の50連装に火力を向上。WS-SPMRL シリーズの特徴を取り入れ、 両者の運用コストとライフサイクルコスト全体を削減している。また、90バイト式の特徴である射程の異なるロケットを採用することで、PR50 は 20km から 40km までの広い射程を確保している。PR50SPMRL の中国名は、砂嵐を意味する砂棒で、2006年の第6回中国国際航空宇宙博覧会で、 初公開された。バングラデシュ軍 WS-22WS-22 WS は 122mmPR50SPMRL の簡易、カスケード管制端末による誘導バージョンで標準範囲は 45km である。81式の開発は2つのポットに40本の筒を配置している。範囲は 50km。 SR-5MRL は、ヒーマースと同様に2012年のユーロサトリで、初公開された、自走式 MLS である。SR-5 は、122mm ロケットシリーズと 220mm ロケットシリーズの、両方を一つのシャーシで採用し、同じ書き換成及び支援システムの使用が可能になる、要モジュール設計コンセプトを採用した、完全にコンピュータ化された、 デジタルシステムであり、運用コストを大幅に削減する。SR-5 は、アルジェリア、バーレーン、ベネズエラに輸出されている。SR-7 は、122mm ロケットを20発、搭載した1ポットと 220mm ロケットを6発、搭載した縮小型である。 最大射程は 122mm ロケットで 50km、220mm ロケットで 70km である。ありがとうございます。